はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクス、続きをやっていきたいと思います。まあ完全なるねラムザ一人旅には、まあ、全然ならないでいますけれども、今お供がね3人もいるからね、まあ、オベリア、アグリアス、ムスタリオというところで、まあ、ただオベリアは戦闘には参加しないんで数からは抜いていいと思うんですけれども、アグリアスのねホーリーナイトもムスタリオの貴公子も、まあ、両方強いジョブではあるからね、まあ、頼もしいといえば頼もしいけど、でラムザは忍者、現在のブレイブは79なのでオートポーションが大体 80% くらいの確率で発動するという感じになってます。まあ、そんなところで、バリアスの丘進んでいきましょうと思ったら、これはイベントが始まったかな。オベリア様、ご覧になれますか。あの山の向こうがライオネル城です。山を一つ越えるってこと。この城塞からはまだ遠い。ドラクロワ枢機卿は本当に私たちを助けてくれるかしら。枢機卿は王家に対する忠誠心がとても高い。今のところラーグ公とゴルターナ公の争いに対し中立の立場を取っている。オベリア様をどちらかに引き渡すような不義はしないでしょうと。それに枢機卿はグレバドス教会の人望も厚く、枢機卿の願いなら教会側もオベリア様を受け入れてくれましょう。王女になど生まれてこなければよかった。ラムザが来た。私は修道院の壁しか知らない。堀で囲まれた空しか外を知らない。アグリアスは知らないと思うけど、私は黄金の修道院へ行く前は他の修道院にいた。亡き国王の幼女に迎えられたと聞いた時も、その後もずっと修道院で暮らしていた。それが嫌だって言ってるんじゃない。私が王女であるばかりに私のために死んでいく人たちがいる。それがとても辛い。オベリア様が自分を責めることはありません。オベリア様のせいではなく、利用しようとしている奴らが悪いのです。めっちゃむしってんなめっちゃ木をむしってるけど、やっぱ王女はストレスがたまるんだね。黄金の修道院で知り合った子がいる。彼女も生まれてからずっと修道院で暮らしている。同じような境遇だねって笑っていた。いやほんとめっちゃむしってんなビオルブ家の霊嬢アルマ様、私のたった一人の友達ドラクロワ枢機卿は私を利用したりしないかしら。そういうやつが一番怪しいからね。ラムザどこだ、そろそろ出発するぞ。空気の読めん男だこいつは。こんなところで何やってんだ。どうだったか。大丈夫、今のところ北天騎士団がこの町に来た様子はない。おならみたいな音だねなんか以前友達が教えてくれたけどなかなかうまくいかない。こうするんですよ。どうすんの。血を音が鳴るようになってる。でもちょっとおならっぽい音だね。ラムザの方が高い音が出てるから、ラムザの方がうまいな。ま、じゃあバリアスの丘進んでいきましょう。まあ一人だからね、配置も何もあったもんじゃないし、そもそも敵の配置が分かんないからさ、どう置けばいいのかっていうのが見えないからね。バリアスの丘、対人間戦か。右下に召喚士がいるな。ルードビッヒの傭兵、お前たちが何者だか知らないが、そこにいる小僧を置いていけ。俺たちだって争いたくはない。おとなしくムスタディを引き渡せば手荒な真似はしない。そちらこそおとなしく引き上げたらどうだ。ルードビッヒ殿に伝えるがいい。争いに乗じて人心をたぶらかす輩は必ず打ち果たしてみせるとな。完全に喧嘩売ってんな。ならば仕方ねえ、力ずくで奪うまでよ。なんでアグリアス最初の方さ、なんかムスタディのことを
全て話さないと信用できんみたいなこと言ってたのに、なんで突然ルートビッヒに喧嘩売り出したの。どうしようかな。一応いけるはいけるね。攻撃の範囲内 3.5 は多分これ横は無理なんだよね。そうするとこれ弓使いか、多分正面か。ちょっと怖いな。タコ殴りに合いそうだからね。一回ブレイブを上げましょう。ガッツ上げます。これでオートポーションの確率をちょっとずつ上げていく。でムスタディオは結構射程が長いはずだから結構いってんな。でもあ、召喚師狙いってことか。36ラグリアス、こいつはナイトで弓使い、ムスタディオ狙いか。でチャージ覚えてるからね、敵の弓使いって。うわマジでめっちゃ狙われてんな。これさ、ムスタディオ、あ、射程には入んないか。召喚師、召喚師はヒットポイントが低いからね。こいつ59しかないし、ラムザの射程に入れば一発で倒せるけど、これムスタディオ死ぬんじゃん。チャージ2、おー、しかもクリティカル食らった。チャージ3、45で召喚魔法食らって終わりそう。ちょっと血を見たいけど無理だね、全然届かないわ。倒せるやつから倒していこう。じゃあ一番近くにいるこのナイト殴り78、49か。しかもガードされてるし、どっち向く。とりあえずこっち向いとこう。これはシブアだね、氷河の結晶。どんくらい食らうか。77、強え。やっぱりムスタディオが死んだ。不動明剣2発当たらなかったのかな。ちょっと36、火力は少し不足してるよね。やっぱりアグリアス狙いか、まあ、結構食らうね。やっぱ弓使いがちょっと鬱陶しいな。24オートポーション、まあ、弓使いは火力が低いから、ちょっと3発くらい食らって1回もオートポーション発動しないってことはないと思うんで、まあ、最悪ほっといてもいいはいいよね。問題はこの召喚師2体だよな。結構範囲広いからね、届かねえしな。どうすっかな。このナイトを倒していくか、ちょっと敵をおびき寄せつつ数を減らしていきますから。2回必要だね、 78% が。もう1回 OK、チャージ3、おお、かわした。一気に詰め寄らないと召喚魔法の範囲に入っちゃうからな。不動明剣、不動明剣は高さがないからね、高さがずれるともうちょっと範囲から外れちゃうんで、やっぱり無双稲妻好きを覚えたいよね。といってもなんかその頃には解雇になりそうだけどね、まあ、ゲストキャラで出てくれる分には一応まあ使っていくという方針なんで、使っていくし鍛えていく。さてどっちかな、弓使いからちょっと倒しやすい方からいきますか。 90% が2回、二刀流がなかったら完全に無理だったね。うわー、そうか、これはこの配置はちょっとまずかったな。え、ドンムブ？うちのチームドンムブも使われるとやばいからね、動けないとタコ殴りになるだけだから。ゲー、動けなくなった。一応手裏剣が投げられるんだよね。55、
いやこっちの召喚士がやばいな。うわーやべえやべえやべえ、動けねえんだよ。しかも今これアグリアスも死んだな。ゲッ、なんで俺狙ってくんの。アグリアスの方がどう考えても倒しやすいでしょ。アグリアスはこれで倒せるからナイトの攻撃は必要ないっていう感じ。いくつ食らうか。106とか、やべえ。これオートポーション発動しないとマジでやべえ。しかも今動けないからね。100、え、死ぬんじゃん次あれ食らったら。ちょっと待て、投げるでだって手裏剣なんてさ、ちょっと届くけどさ、あいつに当たるよね。もう目の前のナイトに当たるから。いやこれやばいぞ。自分で回復できる手段がないからな。まさか100食らうとは。攻撃してもらってさ、この差分をオートポーションで回復するとか、そういう戦法にしないと。弓で狙ってもらってさ、30くらいのダメージだったら40くらいのプラスになるからね。40くらいか。でこいつも召喚魔法使ってくんじゃん、よくよく思ったら。チャージ3、ガー75、やべえ、マイナス5だ。攻撃してきてちょっとしか食らわない、ちょっとしか食らわないようにしてくれ。奇襲8回復しろ。よっしゃ、これプラスになった。てか早く動けるようにならないと。まだ動けないか。でもただこれ投げる手裏剣でさ、どう、この召喚士当たんねえし、なんで当たんないの、高さが違いすぎるから。60か。でもまあちょっと手裏剣で2発で倒せるようにしとこう。攻撃1回分っていうくらいかね。マジックパワーどれくらいある。15、打てんの、まだまだ打てんのかよ。よし、ドムブがようやく切れたけど、シーブはどんくらい食らう。さっきイフリートでさ当たって100、シーブはでどれくらい。なんか属性何かに弱いとかラムズあったっけ。53か。まあオートポーション発動しろよ。オッケーオッケーオッケー、危ねえ。これはなんとかなるね。でそろそろこっちの召喚士も、そうだね、マジックパワー8しかないからね。クポーモーグリ、あれモーグリって回復だよね。いやもう大丈夫か、相手のマジックパワーが尽きたから。もう召喚できるだけのマジックパワーはないと思うんだよね。まあ回復されたけど7。なんか何なんだこいつら、回復の手段みんな持ってんな。じゃあこいつ87、ほっといて大丈夫だと思うからこいつを倒す。 OK、 でこのナイトもね結構硬いんだよね。ゲッ、ブレイクとか、危ねえ、やめてくれ。召喚士のクリスタル、ゲートってこんな強えの、おかしくね。召喚士のクリスタル継承したいんだけどな、そんな時間はないか。でももう殴ってくるってことはマジックパワーないってことだよね。使えるだけの宝箱か、いらんな。まあ、ただ奪われる前に一応倒しておこう。後ろから行けば余裕だね。いや攻撃が入れば余裕、召喚士は。その代わり攻撃を食らうとかなりきつい。ちょっとずつ間合いを詰めてきたか。この召喚士正面からいけるかな。85、まあ一発当たれば大丈夫だし。 OK、 112とか。こっちも食らうけどあっちも食らう、宝箱ばっかりだな。回収する必要はないと思うんだよね、もう倒しちゃおう。杖2個、ゲッ、なんだこいつ。粘りよる、ちょっと待って、何が何でもブレイクしようとしてくんな。せめて装備を壊して嫌な思いをさせるっていう、そういう作戦か。何このガードの確率が高すぎるんだけど。
え、これ全部含めてのさパーセンテージだよね。そのガードされる確率も含めて何パーセントみたいな。パクられた。まあいいよ。あ、クリスタルになった。一応じゃあクリスタルは回収しておきましょう。アビリティ、ギルドリキャッチジャンプ、キャッチにしとこう。キャッチはね最終的にはかなり有効なアビリティではあるんですけど、まあ、今回はね多分使わないで終わっちゃうと思います。で後ろを取りましょう。ラムズ早かったな、さすがに。 OK。 いや、やっぱちょっと危なかったね。なぜ君らはじゃなくて奴らは君を追う理由を話してくれないか。すまない、今はまだ話すことができないんだ。まさにそういう態度だよね。クッみたいな感じになってる。センギル聖水。それなのにさ、もうアグリアス喧嘩売り出したからね。イグロス城執務室。何としてでもオベリアを捕らえるのだ。無論オベリアと行動を共にするアグリアスらも同様だ。捕らえてその場で処分せよ。ラムザムか。これなんかワインか何かか。そんなとこに置いといていいの。ベオルブの名を汚すばかりか。我らの邪魔をする愚かなやつめ。現実世界の厳しさを知るにはちょうど良い機会と考え放っておいたが、そこまで愚鈍とは思わなかったぞ。正義感の強さは父親譲りってことか。父上も甘やかしすぎだ。おとなしく従えばよし。抵抗するならその時は仕方ない。実の兄とは思えんセリフだな。胸クソ悪くなるぜ。しかしライオネルの通気橋が邪魔したらどうする。教会がバックについたらラーグ校といえども迂闊には手足はできん。それについては手を打ってやる。心配するな。すべて準備が整っているわけか。つくづく恐ろしい人だな、あんたは。そう思うなら少しは言葉を慎むんだな、ガフガリオン。貴公の首など簡単に切り離すことができるんだぞ。それを忘れるなよ。おいおいよしてくれ。俺はあんたの忠実なるしもべだぜ。かの聖騎士殿のように頭が固いわけでもない。それを忘れないでくれよ。ならばこれ以上のヘマを不満のようにするんだな。それなんだが、オベリアの誘拐をどこのドイツに命じたんだ。オベリアを追いかけるときドーターで何者かに襲われた。あれはどういうことだ。まあ、一枚岩ではないっていうことだよね。本物の実行犯たちは修道院近くの林の中で死体で発見された。何者かが我々の計画を嗅ぎつけて邪魔をしようとしている。いずれにせよオベリアがまだアグリアスの元にいる間は大丈夫。奪うチャンスはいくらでもある。そう願いたいもんだな。じゃあちょっとセーブをして先へ進みましょう。よし、その前にちょっと編成見ますか。アグリアスのホーリーナイトがなんか覚えられるかな。179しか溜まってない。無理だ。無双稲妻好き700も使うんだ。これ覚える前に確実に解雇だな。じゃあムスタディオ。貴公子は466溜まってるけど、まあ腕を狙うね。取得 JP アップでも覚えときますか。ムーブプラス1はあるからね。弓使いになろっか。ちょっと精神統一を覚えたい、弓使いで。まあ、弓使いも遠距離攻撃だからね。ムスタディオには合ってるといえば合ってるでしょう。ロングボウ、パワーリスト。まあ、ムーブ4あれば十分かな。ちょっとムスタディオはじゃあ弓使いでいきます。で、アビリティセットだね。ここどうする？狙撃でしょう。やっぱり弓使いと狙撃は相性はいいから。で、取得 JP アップ。よし、これでいこう。チャプター2あとどれくらい続くか、ちょっとわかんないけど。ライオネル城。チャプター2が終わったら、アグリアスもムスタディオも正式加入になったはずなんで。まあ、それまではゲスト扱いですね。まあ、正式加入した段階で解雇だけど。何者だ？ライオネル城に何用か。
私はルザリア製近衛騎士団所属、ちょっと読みづらい、騎士アグリアスオークスっていうんだね。神の御子聖アジョラの救済を求め、オーボンヌより参上いたした。開門願う。聖アジョラの救済はすなわちゲイカの御心である。ゲイカの救済を求める者には皆等しくライオネルの入り口は開かれるであろう。開門せよ。こんな簡単に開けてくれんだ。あっさり入れたな。ドラクロは数奇境、こいつか。なるほど、事情はよくわかりました、アグリアス殿。そういうことであれば、このドラクロは手を重ねわけにはいきますまい。早速聖地ミロンドへ使者を差し向けましょう。教皇ゲイカに、なんてこりゃ、直送するのです。ラーグ校の不正を暴き、オベリア様の命が狙われることのないよう手を打ちましょう。ゲイカ、フューネラル教皇ゲイカはお聞き届けくださいますでしょうか。ちょっともうこれと丁寧語が過ぎるぞ。心配召されるな、アグリアス殿。この私がついてます。キコがそのように心配されてはオベリア様のお心も休まらぬというもの。古く汚らしい城ではありますが、聖地より返事が来るまでの間ゆっくりとくつろいでくだされ。ゲイカ、お心遣いに感謝いたします。すべては聖アジョラのお導きです。ご安心召されよ。時に若き貴公子よ、そなたの願いも承知しました。バート商会を壊滅させるために我がライオネルの精鋭たちを機械都市ゴーグへ送りましょう。そんな簡単に壊滅させるんだ。ありがとうございますゲイカ。がその前になぜそなたら親子が狙われるか説明してくれぬか。それはよいよい、これであろう。そのクリスタルはゾディアックブレイブの伝説をご存知かな。子供の頃教会でよく聞かされたあのおとぎ話。これはこれは、アグリアス殿は教会が嘘を言っているとでも。そのようなことは決して。太古の昔、まだ大地が今の形を成していなかった時代、ルカビーが支配するこの大地を救わんと12人の勇者がルカビーたちに戦いを挑みました。激しい死闘の末、勇者たちはルカビーたちを魔界へ追い返すことに成功し、大地に平和が訪れました。12人の勇者たちは行動12級の紋章の入ったクリスタルを所持していたため、人々は彼らを行動12級の勇者ゾディアックブレイブと呼ぶようになったといいます。その後も時代を超えて私たち人間が争いに巻き込まれる都度、勇者たちが現れ世界を救ったとか。さすがはオベリア様、よくご存知ですな。黄金の修道院でシモン先生に教わりました。そういえば聖アジュラは彼らを従えて混乱したイバリースをお救いになったと聞いています。勇者たちが所有していたクリスタルを我らは聖石と呼んでいます。そして今我らが目にしている石こそ伝説の秘石、ゾディアックストーン。まさか聖石が本当にあったなんて。聖石にはルカビーたちをしのぐほどの、お力が備わっているとか。確かに不思議な力を感じますが、私にはただの大きなクリスタルにしか見えません。どうしたムスタリオ、顔色が悪い。ゴーグの地下でこれと同じ石を見たのではないかな。地下には壊れて動かない機械がたくさん埋まっています。でもあの石を近づけると死んでいるはずの機械がうなり始める。バート商会が狙っているのはその成績ですね。あの石にどんな力があるのか俺には分かりません。しかしルートビッヒはあの力を解明しようとして兵器に解明して兵器にしようとしています。親父は成績を渡してはならないと言っていた。だから親父は奴らに。心配いたすな若き貴公子よ、教会が責任を持って管理しましょう。我らの兵がアッカンどもと戦っている隙に一刻も早く成績を持ち帰るのです。はい、ゲイカ、僕も一緒にゴーグへ行こう。ありがとうランザ。ここまで来れたのは貴公のおかげだ。感謝するぞランザ。何の力にもなれないけど気をつけてくださいね。ご心配なく、王女様のお言葉だけで十分です。あれ
これ、アグリアス脱退した、もしかして。ちょっと見てみよう。アグリアスいなくなってんね。ムスタディオだけになってる。まあいいや。では次、ツイゴリス湿原で最終的には気候都市ゴグか、ここを目指す感じになりますね。ツイゴリス湿原進んでいきましょう。まあ編成はここ、なんかちょっと離れてんね。まあいいや。ツイゴリス湿原、ここは完全にモンスター系だね。こんな湿地でモンスターと出会うなんてついてない。足場が少ない上にこの雨だ。用心してかかろうぜ。まあどれくらい食らうかだよね。どんどん進んでいきますか。水深に、じゃあこいつのいるところが水深に。おお、ジャンプした 100%。 弱いわ。一発で倒せる。モンスター系はそんなに回避率は高くないかな。毒なるほど、あそこに行くと毒になるんだな。多分モンスターは毒にならないよね。アクアソウル、系の、まあ、魔法じゃないけど、まあ、魔法みたいなもんか。ハイポーションはまだ全然数はあったと思うんで大丈夫っしょ。なるべくこの木の上で戦いたいね。サンダーソウル、こいつはサンダーソウル使ってくるよね。あの緑っぽいやつはじゃあ水系ってことか。いいね、やっぱり発動率がかなり良くなってる。うわ、テレポ使ってくる。テレポもね、覚えたいは覚えたいんだよね。移動に便利だから。どうしようかな、減らせられるっていうか数を減らしていきたい。ただこの湿地帯には行きたくないんで、手前から順番に倒していきますか。一応2発かかるか。こいつ何やってんだ。でも、ね、弓じゃ届かないか。あ、このくらいのダメージ量だったらね、さっきのイフリートと比べたら全然マシだから。あれマジ2発食らったら死ぬからね。1回でもオートポーションが発動しなかったらもう自分での回復手段がないから。手動45、結構ダメージを食らうようにはなってきたな。まあまだまだ発動してくれれば全然大丈夫だけど、完全にこれラムザ一人でなんとかしないといけないな。あ、眠りとか超やべえ。 45%。 よし、こいつ先に倒すか。じゃあ状態異常が厄介だね。そうすると眠ってる状態でさ、ダメージ食らったらオートポーションがさ発動するかどうか。横から行こう。ここ多分大丈夫なはずだね。少しでもやっぱりパーセンテージ上げとこう。よし、まあ、状態異常がやばいのと、こいつ何してんだ本当に。あと即死系だよね。即死食らったらだって一発で終わるから。ダメージを受ける分にはね、まだなんとかなるんだけど、石化とかね、そういう状態異常系は常に気をつけておかないといけないね。って言ってもまだアクセサリーで防げるような環境はないからな。まあでもここでだいぶ JP も稼げるかな。1回殴るだけで20くらいだから、まあ、100ちょっとはたまるか。じゃあ逃げていく。
ピッチャーどうかな。こいつちょっと得体が知れないから先に倒しておこう。なんかいきなりやられても怖いかな。死の宣告とかね。このスケルトンみたいなやつ2人だったらまあ全然なんとかなるでしょう。チャージ1 JP 稼ぎ正面 88% か。ちょっと横から行くか。正面はやっぱり回避率が少しあるんだな。お、スタディオの方に行った。サンダーソウルとかマジックパワー使ってないよね多分。ただで使えるのか。ただで使える遠距離攻撃。あ、一応これモンスター仲間にできるんで。でモンスターはね、あの普通に、そういやチョコボ仲間になる機会があったけど、そもそも仲間にしなかったからね。まあ、でもモンスターを入れるだけの余裕は普通にやってると結構ないんだよね。よし、殲滅完了。大丈夫かムスタディオ。ああ大したことはない。この湿地を越えれば海が見えてくる。機械都市ゴーグンまでもう少し。7900円、金ばっかり貯まっていくな。あれシュウさん、ライオネルってなんか見たっけ。見てないよね。ちょっとライオネル城見よう。ショップ、まずは試着室。とりあえず試着室にしよう。最強試着変わらん。こいつは、あ、ライトニング棒になってる。2も上がるんだね。で、あと必要そうなのを購入していこう。プラチナメッサーか。ナイフ系だね。ちょ、サンゴの剣も売ってんのか。巨人のの4000円もするんだけど。クロス棒2000円、ライトニング棒が3000円か。あ、なんか氷の弓とかかっこいいんだけど。スピア、竜騎士用の武器も売ってね。ゴールドシールド、あーでも二刀流だからな。やっぱりここら辺をどうするか。ラバーシューズ、これどうやってみるんだっけ。こうか。あ、これか。ドンムブ向こう、向こう、あと雷。スパイクシューズはジャンプ1か。でバトルブーツはこれいつものやつでしょ。でパワーリストは攻撃力が1上がる。守りの腕は足の宣告が向こう、睡眠も向こうか。もうちょっといいの欲しいな。あ、あれこれじゃ守りの指輪で、これが守りの腕輪か。ドンムブ向こう、ドン枠向こう。あーいいね。ドンムブドン枠やられるとちょっときついからな。あー今魔導士のマントじゃないよね多分。 AT 魔法プラス1か。これ買っとこう1個。であと守りの腕輪とアクセサリーを1個ずつ買っておこう。でこれ持ってるでしょ。まあムスタディオが装備してるけど、よしこれで装備しよう。まあ、まずはマントでいいでしょう。革のマントから魔導士のマントプラス3 18% か。結構回避率高いんじゃん。CEV も30あるからね。で忍者のアビリティは今どういう状況。弓使いでなんか800も溜まってるんだけど。シーフ700、忍者1128。ちょ、二刀流が覚えられんね。一応覚えとこう二刀流は。でそっからどうするのって感じだけどね。まあ、別に二刀流したいあれがいないからな。暗黒騎士は暗黒騎士したいんだよね。二刀流を覚えたからちょっとジョブチェンジしてナイトを極める。確かナイトは極めなきゃいけなかった気がする。でちょっとまあお金いっぱいあるから一人しかいないからね。一応ナイトの最強装備を見よう。それより前にちょっと待って、二刀流どこだ。あ、二刀流ここか。危ね、オートポーションはさすがに外せないから、よし、二刀流にして、二刀流にして、ショップに行って、試着室で、最強試着、サンゴの剣。なんかがマイナス3になるな。なんだあれ。え、何これ。8%? あ、回避か。武器で回避するときかな。
まあ、ミスリルソードよりはサンゴの剣の方が強い。ただ火力はね、格闘より落ちると思うんだよね。落ちると思うけど、まあいいや。ちょっと忍者は二刀流を覚えたんで、ちょっとナイトを、マスターしに、行きたいと思います。まあそんなところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。